こちらは竹内栖鳳の懺悔という両方ともまあ同じタイトルになっているんですけれども、まあ、竹内栖鳳は京都のね、まあ、近代日本画をこう切り開いた、非常に重要な画家の一人ですけれども、まあ、この画家竹内栖鳳のもとにたくさんの、まあ、京都画壇の画家が巣立っていったという、まあ、そういう偉大な画家です。でこちらの作品は、まあ、東本願寺の御影堂門っていう、まあ、門がありまして、でその門の中のこう天井画を、栖鳳が依頼をされたんですけれども、でこの、まあ、東本願寺、この、まあ、大谷派の、門の天井にはこの天女を描くっていう、まあ、そういう決まりはあったようなんですけれども、まあ、その天女っていうテーマを、まあ、いかに実現するかに、まあ、栖鳳は非常にこう苦心したんですよね。この東本願寺のこの門のプロジェクトからさまざまな作品が生まれてきてるんですけれども、まあ、これはその一つで、金地と青地にそれぞれ背景に楽器をこう演奏しながらこう天に上がっていく、天空をこう飛翔する、天女の姿がそれぞれに描かれているわけです。で花びらですね、いわゆるこう懺悔ですね、が花びらがこう一緒にこう散っているという、蓮の花びらがこう散っている様子が描かれている。でこれがですね、まあ実際この東本願寺の天井画を、描いた時の下絵っていうのが残っていまして、で実はこれ完成されてないんですね。栖鳳があまりにも忙しくて、結局この天井画は完成には至らなかったんですけれども、その天井、まあ、完成図に近いんじゃないかと思われる下絵があって、でその下絵を見るとちょっとこれとは構図が違いまして、下絵はもっとこう女性の姿がこう生々しくこう描かれていると。でこの作品はまあそれ以前の段階で、まあ、こんなふうな画面になりますよっていう、こうイメージ図をお寺の方に示した、そういうものなんじゃないかなと言われています。でこの天女たちを描くのに実際にモデルを雇いまして、モデルにまあ裸になってもらうと。でもなかなかその裸になるモデルっていうのを務めてくれるモデルが京都にはいなくて、で東京からわざわざまあ呼び寄せて女性のその裸体をこうスケッチしたというふうに言われています。でその時にお弟子さんだった西山水晶とか土田麦僊とか、そういった画家も一緒に、師と一緒に、その女性をスケッチしたというふうに言われています。でその様子から、そのモデルを、スケッチしていた時に絵になる宰相という、この京都市美術館の、まあ、名品の一つが生まれてもいるんですね。なるほど。この作品1910年あ、とそうですね、なはい、りましたけれども、40年代、43年いのや作品なんですけれども、とても色も鮮やかですごく鮮烈ですよね。鮮烈というか、そうですね、まあ、物がね、実際にこれぐらいカラフルな、ね、色合いにするつもりだったのかどうかっていうのは分からないんですけれども、栖鳳っていうと、こうなんかあまりこう緻密に絵を描くタイプじゃないような、こう一筆でこうものの姿を捉えてしまうっていう風なイメージがありますけどね、この作品は非常に細かいところまで丁寧に描かれていますよね。